今日は何曲か歌わせていただくので、ぜひ盛り上がって楽しんでください。よろしくお願いします。今日はですね、江戸川台で、経営されている居酒屋さんというね、大事な大事な孫娘さんとですね、一緒に歌わせていただけるということで、僕は何の歌も経験もないんですが、今日は楽しませていただきたいなと思っております。ひなちゃん、すごいね、なんかこんな大勢の前で歌ってんの、はい、空席以外は全部満席だよ、はい、素晴らしい。じゃあ今日はね、ひなちゃんに胸を借りる勢いで、ぜひ僕の、本当はね、この後出演するおやじダンサーズ曲がりくれば道の先に待っているいくつもの小さな光
最後にこのお花見にぴったりな桜を歌いたいと思います。よろしくお願いします。